100キロデブダイエット研究会吉田、頭おかしくなって中華ダメを衝動買いガチな鉄タイプ、1600円メイドインジャパン安すぎ、錆止め塗装がされているから煙が出るまで炙って焼き切れとか書いてあります。鉄鍋は育成が必要、思い出を作りながら育てろ。ガスコンロの安全装置で火が止まっちゃって焼けないんでガスバーナーで調教しました、まあ、どれくらいいじめればいいのかよくわかんなくて、とりあえず煙が出なくなるまで永遠に炙りました。体に悪い塗装は死んだはず、多分完全に勘なんだけど、鉄鍋といえば油コーティングでしょ。鉄はすごいよ、すぐに熱くなる。フライパンとは別物です。冷凍庫で死んでいたネギを投入して洗浄、なんかめっちゃいい感じになったよ。とりあえず野菜炒め、思っていたよりもむずい。熱すぎて鍋を振れません。鉄の火力マジすごい、一瞬でいい感じに仕上がったよ。驚いたんだけど全然違う。ぜひお試しを。チャンネル登録もしてね。